すごいね。この度会場にならせていただきました。12月16日大阪のメルパルクホールで次の興行を行うことになった最高ファイトクラブ。ヘビー級ボクサー田島光郎の移籍も決まった。あ、すいません、どうも。興行を成功させるためスポンサー集めに奔走する光輝会長。さらに選手たちの基礎体力向上を目指し強化合宿を行った。ボクシングの新たなビジネスモデルを目指す会長亀田光輝、亀の恩返し。11月9日ボクシング界注目のヘビー級ボクサー田島光郎選手が最高ファイトクラブを初めて訪れた。島さんまた5分ぐらい着きましょう。名古屋からやってきた田島選手は今年の春からずっと腰を痛めていたので、今日は実に6ヶ月ぶりのジムでのトレーニングになる。果たしてその実力は。半年ぶりの今日がジムワークなんですけど、まあ、自分自身でもなんか逆にこのジムに半年間行ってなかったんで、ボクシングジムにずっとフィジカルだったり自分のできることで の調整が長かったんで、久々にこうやってボクシングジムに来れて単純にテンションがちょっと上がりますね。やっぱりサンドバッグ久々に見ました。さすがヘビー級、誰よりも激しくサンドバッグが揺れている。すごいね。一番すごさっていうのはスピードやから、うん、ライトヘビーとかもっとしたミドル級ぐらいのスピードでいったらこれはすごい。それがマイク大事だからね。続いてミット打ち。現在最高ファイトクラブには重量級のトレーナーがいないので、大輝副会長が相手を務めることに。これも近いやん。あ、すぐ早いやん。おじゅう。壁向けんねん。元世界チャンピオンから見てもかなり力強いパンチのようだ。キャッチ。おじゅう。はい。俺に意外と気遣ってくれてる。ミットを合わせなあかんねん。合わせてくれてる逆に。最高ファイトクラブにはもう一人の元世界チャンピオンがいるが、彼の目にはどう映ったのだろうか。いや、すごいです。やっぱその動けるっていうのがやっぱりですね。その大きいからこんな動きしかできないのって多分普通の方はそういうイメージってあるから。でもやっぱりその、まあ、昔言ったマイク・タイソンのようなスピードを持ってるんで、やっぱこれがまあ世界に通用するんちゃうかなと僕は思いますけどね。元世界チャンピオンが揃って認めるポテンシャル。田島選手の実力は本物のようだ。すごいね。面白い、楽しみな選手ですよね。こうして田島選手の初めての練習は終わり、急ぎ足で次の目的地へ向かった。大阪の新しい新居になるところですね。今日初めてなんですけど、はい、ジム見えますもんね。田島選手が下見にやってきたのはジムからおよそ2分の距離にあるマンション。おお、広い。おお。最高ファイトクラブのスタッフが田島選手の条件に合う物件をあらかじめ探してくれていた。
っぱ何よりでもこのジムの近さがすごいですね。いや、楽です、うん。ベランダからは最高ファイトクラブが入っているビルを見ることができる。OK です。新居の下見を終えた田島選手、その感想は。決まりました。よかったです。何も言うことはないです。僕がすることは頑張ることだけなので、早く大阪に馴染んで頑張りたいです。はい。11月10日、副会長の亀田大輝は門真市にやってきた。今日ちょっと副会長としてちょっとなんていうんですかね、これは ご協賛の営業というか、応援していただける人がいないとやっぱりね、興行もできないんで、今日はお願い しに来ました。今回副会長が訪れたのは株式会社大成。大東門真を中心に主に解体業を営んでいる会社だ。今回12月16日に、最高ファイトボリューム1っていう興行がありまして、はい、久しぶりにぜひ、はい、お叱りになっていただきたいと思います。今日はお願いしに来ました。はいはい。最高ファイトクラブの1期生の子が5人全員はい、プロテストを受かりまして、おめでとうございます。でその5人は僕が自ら教えて、セコンドにもつかせていただいて、はい、でその試合をアベマで5時間の放送を、します。なんでそこをちょっと社長に、はい、ご協力いただけたらなと、今日は来ました。はい、はい、新しい次は、僕がやっぱりチャンピオンを育てたいなっていうのもありますから、応援していただきたい。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。でも社長の元元祖ファイトクラブの、あ、僕ね出てましたね、はい、2期生です。2期生です、はい、ボクシングの苦しみを持ちたんですけど、頑張ってらっしゃるんですけど、ね、全然ダメでしたね。だからすごいなと思いますね、本当に。ふとり社長はテレビ番組ガチンコファイトクラブの2期生。当時はファイトクラブ一のイケメンと呼ばれ人気者だった。テレビという、世界もう全くすごい畑違いの中で、こう、あ、こういう扱いされんねやとか、まあ、領収書であったりとか、まあ、食事であったり新幹線であったり、まあ、そういったところをこうすごいなっていうで、芸能人のこうすれ違ったりとか、こういうところに入らせていただいてんねやっていうのは感じ取れてましたね、はい、その中で経験、良き経験させていただいたことは本当に人生の中においてもうすごい素晴らしいことかなというところで、はい、感じております。はい。自らはプロボクサーになれなかったふとりさんだけに、夢を追う最高ファイトクラブの選手たちに共感を得てくれたようだ。はい、はい、社長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こうして大輝副会長にとって初めての営業は終わった。その手応えは。いや、緊張しました。まあでもいい話ができたんで会長に報告しないといけないですね。やっぱり普通に営業行くよりはやっぱ亀田大輝が行くのとはやっぱりちょっと違いますよね。伝わりやすいですよね、相手にも。こういう思いでボクシングを変えていきたいとか、だから応援してくださいっていうようなことを伝えるのが経験者の方が、その一つ一つの言葉に対してもやっぱりね、やっぱ説得力もあるし、まあだから今のところはね、まだスタートしたばっかりやけど、うん、いい感じで、うん、できてるんじゃないかなと思いますけどね。11月21日、大阪府堺市の産業振興センターでディアマンテボクシングジムの興行が行われた。この興行の第一試合に最高ファイトクラブで10月にプロテストを合格したばかりの森本龍馬選手が出場した。最高ファイトクラブの新人ボクサーは8名。全員が12月の興行に出ることができないため、3名はよそのジムの興行でデビューを迎える。これは一番楽しみな、僕が一番注目してて一番楽しみな選手が今日試合します。体の使い方とかね、そのボクシングのレベルっていうのが一番高い。いや、デビュー戦の時は僕ここまでできてなかったですよ。そうですか。スタートは、はい、
楽しみだなと思って、まあ、僕にないもの持ってますから、はい、まあとりあえず緊張もなくいい感じでもう勝つっていうことを考えてます。これから一期生たちが12月に試合であるので、それをいい風につなげれたらなと思います。試合開始が近づくにつれて続々と人が集まってきた。その中には森本選手を応援するために駆けつけた最高ファイトクラブの選手たちの姿も。アマチュアでやってたんでやっぱ上手いですよね。あのスパーリングとか見ててもそれがやっぱ8オンスでプロのデビュー戦っていうのでやっぱ緊張感もあると思うんですごい楽しみです。いよいよ本番。森本選手は見事デビュー戦を勝利で飾ることができるか。森本ゲイバー中心野田雅宏。そしてゴング。森本選手は小学校から中学校までボクシングをしていた経験者だから基礎がしっかりしていて動きが新人離れしている。攻撃のバリエーションが多彩で特に右ストレートがかなり強く同期を何度もマットに沈めたことがあるという。しかし相手の二階堂選手もこれがデビュー戦だが新人とは思えない素晴らしい動きを見せている。実は彼も幼い頃からのボクシング経験者。二人はこれまで二度戦ったことがあり対戦成績は1勝1敗となっている。幼い頃からよく知っている相手だからこそ今日は絶対に負けられない。まあ早くて簡単を取れる子なんで油断はできないかなと思います。2回やったことあって1勝1敗で今回が3回目で決着をつけようかなと思ってます。ラウンド4ラストラウンド。試合は互いに決め手を書き一度のダウンもなく最終ラウンドに突入。実力は拮抗しているのでどちらが勝つか全くわからない。残り1分。ここからは気力の世界。お互い最後の力を振り絞ってパンチを繰り出す。ここで終了のゴング。勝負の行方は判定に委ねられることになった。年内の全員勝利を目指している最高ファイトクラブだが果たして結果は。採点の結果を発表します。ジャッジ野田、ジャッジ池田ともに39対37、ジャッジ池原40対36。以上3対0の判定により、勝者赤コーナー2回目。結果は3対0の判定負け。幼い頃からの因縁の対決は二階堂選手に軍配が上がり、森本選手には悔しい結果となってしまった。一緒でしょ。俺もやることやって負けてますからね、まあ、本人は悔しがってますけどね、泣いてましたけど。やっぱり1個上2個上ぐらいの言ったら技術 の、 この応戦でしたね。判定ね、蓋開けてみたらね、ああいう風な判定になりましたけど、あの実力的にはほんまに紙一重で勝たせてあげたいですね。悔しいですね。その2日後、今度は三好龍太選手がリングに上がり、見事1ラウンドテクニカルノックアウトで勝利を収めた。残る新人はあと6名。
三好選手に続くことができるか。勝った選手と負けた選手とっていうね、まあ、ボクシングって残酷ですよね、うん、まあでも勝負なんでね、勝つ者がいれば負ける者もいてるっていうことなんで、なんぼでも変わっていけると思います、うん、では次につながるあの敗北やったんじゃないですか。11月27日、以前記者会見を行った東京ミッドタウンに後期会長をはじめ様々な顔ぶれが集結した。その中には人気プロレスラーの丸藤直道選手や芸人の TKO 木下さんの姿も。一体何が始まるのか。